ニセアカシアは、北米原産のマミカハリエンジュ属の落葉香木。和名は、ハリエンジュ。日本には1873年に渡来した。用途は、街路樹、公園樹、砂防、土留めに植栽、材は、器具用等に用いられる。季語は夏である。一般的に使われる名称であるニセアカシアは、種商名の素読者を、ラテン語から直訳したものである。 和名のハリエンジュは古くから珍重されるエンジュに似ているがハリトゲが発達することからついた。北アメリカ原産でヨーロッパや日本など世界各地に移植され野生化している。樹高は20から25メートルになる。葉は初夏、白色の創状過剰で長径花を下水する。奇数上服用で小葉は薄く5から9体。基部に1体のトゲがある。 商用は大円形で3から9体。5から6月頃、強い方向のある白い長径の花を10から15センチメートルほどの棒状に大量に咲かせる。花の後に平たい5センチメートルほどの鞘に包まれた4から5個の豆ができる。きれいな花が咲き、干渉用として価値が高いことからもともとは街路樹や公園用として植栽された。しかしひとたび邪魔になると、 繁殖力が強く、根から根放輪が多数出ることや、切り株からの放輪力が極めて高いことなどで、難駆除増期、侵略的外来種として嫌われる。さらに、風で倒れやすいことなどの課題もある。トゲが発達するため扱いづらい点も挙げられるが、トゲなしの園芸品種もある。葉、果実、樹皮には毒性があり、樹皮を食べた馬が中毒症状を起こした例がある。 緑化資材として、ハゲ縛りの別名で知られる。豆化植物特有の根粒菌との共生のおかげで、成長が早く、他の肝と類が生育できない、痩せた土地や海岸付近の砂地でもよく育つ特徴がある。このため、古くから、地産、砂防など現場で活用されており、日本のハゲ山、高廃地、鉱山周辺の沿岸地などの復旧に大きく貢献してきた。 北海道では、耕作放棄地、炭鉱跡の空き地などの管理放棄された土地が、ニセアカシアの分布拡大の一因となっている。近年、本来の植生を乱すなどの理由で、緑化資材に外来種を用いることが問題視され、環境省の特別要注意外来植物に指定され、近年はあまり使われていない。根形支持力が高く産地砂防緑化資材として、使われたことはあるが、 30年を超えると地表近くを刃うロープ状の熱系が固死し,し、熱系支持力が衰えるため倒れやすくなる問題がある。繁殖力が強いため、ニセアカシアの除去は簡単にはできず、除草剤の適切な処理が最適と考えられている。剤の年輪は明瞭で、基幹比重が0.77と、水ならと同程度に重く、日本に算する紅葉樹剤の中でも強度が高い。 こうした特性を利用した床材も利用されている。耐久性が高いためかつては、線路の枕木、菊木く木炭、洗剤、スキー板などに使われた。生育が極めて早く、痩せ地でも育つこと、材が固くゆっくり燃焼するので日持ちが良いこと、そしてある程度湿っていても燃えることなどの利点がある、ため、芯炭剤としても用いられていた。 1950年代まで一般家庭の暖房や炊事、風呂の焚き付けなどに使う火力は、ほとんどが焚き木や炭に依存していたため、ニセアカシアは大変有用な植物であった。北海道に多く植えられたのも寒冷地の暖房用燃料としての需要が多かったためである。成長が早く高度があったことから、大量の香木を必要とする炭鉱や鉱山が存在した地域では、 重宝された。国交省千曲川河川事務所河川、曲川河川時期のニセアカシア伐採実施時に設置した告知看板。日本には1873年に導入された。日本やヨーロッパの自然環境に定着したニセアカシアは外来種として多くの問題を発生させている。ニセアカシアが侵入したことで赤松や黒松などの松林、 柳林が減少し、海岸域や、京阪域の景観構造を大きく改変させている、ことが確認されている。ニセアカシアは単独で、木元の生物多様性を低下させるだけでなく、高窒素生相本にやつる植物を伴って優先し、植生を独自の構成に変えてしまう。また、河の菊や、化粧柳などの希少種の生育を妨害する。これらの悪影響を危惧し、 日本生態学会は本種を日本の侵略的外来種ワースト100に選定した。日本では外来生物表の要注意外来生物リストにおいて別途総合的な検討を進める緑化植物の一つに指定されている。要注意外来生物リストは生態系被害防止外来種リストの作成に伴い平成27年3月に廃止されたため現在は 校舎のリストに記載されている。各地の河川敷などに猛烈な勢いで野生化しており、2007年秋には天竜川千曲川流域の河川敷で伐採作業が行われた。一方で、要注意外来生物に指定された根拠については、科学的に証明できないとして反論している報告もある。明治期に日本に輸入された当初は、 この、偽アカシアをアカシアと呼んでいた。後に、本来のアカシアの仲間が日本に輸入されるようになり、区別するために、偽アカシアと呼ぶようになった。しかし、アカシアは乾燥地勢で、日本の環境にはあまり適さず、マイナーな存在に止まっていることもあり、今でも混同されることが多い。本来のアカシアの花は、放射層症の形状で黄色く、 偽アカシアの白い蝶形毛とは全く異なる。下記はすべて、偽アカシアとされる。ハリエンジュ国立環境研究所新入生物、DB ッと、黄昏の並木をゆけば、アカシアのアカシアの白き花草、松坂まみ、アカシアの花。ABCDEF 先を等とし編、偽アカシアの生態学 北海道の旧三端地における侵略的外来種、ニセアカシアの分布現況とその歴史的背景、保全生態学研究12、94から102、2007年11月30日、ネイド1100億647万4145ナン、no. バーワン86、ハリエンジュに関する情報、外従登る最新樹木根系図節成分動、 新校舎木材図鑑ハリエンジュウェイバックマシン、橋爪竹を、ニセアカシア材の利用長野県、林業総合センター技術情報52、ニセアカシア。北海道庁。2020年6月12日閲覧。村上交渉、和下に泉日本生態学会、外来種ハンドブック知人書館。2002年9月30日 ISBN。ISBN4 から8052から0706。 X.A.B. 前が正明、中越信和、海岸砂地において、偽赤子や林の分布拡大がもたらす、生態構造と種田養成への影響、日本生態学会史第47巻、第2号、1997年、131から143ページ。滝康彦財団法人自然環境研究センター、決定版日本の外来生物平凡社。 2008年4月21日、ISBN 978から4から582542417。ちくま川河川事務所の取り組み国土交通省、ちくま川河川事務所、まさか和彦外来種にせあシアを取り巻く言説と、その科学的根拠、日本森林学開始95,332の341作中では、この樹木が、 偽アカシアであることにも触れられている。ありがとうございます。